結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。エルブライトハウスは文化放送から徒歩1分の場所にあります結婚式場です。この式場でゲストの方にはウェディングドレスやタキシードなどを着て登場していただくのがお決まりとなっております。今回はゲストに小山桃代さんをお迎えします。この後登場されますのでお楽しみに。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。それではご紹介しましょう。本日のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、小山桃代です。カラードレスめちゃめちゃお似合いです。ありがとうございます。わあ、どうぞこちらへお掛けください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小山さんは、はい、初めましてだと思うんですけれども、はい、あのファンの方からとか、うん、どのように呼ばれていますか？普段はもよちゃんとかもよとかももよのもう一つ抜いて呼ばれることが多いです、うんうん、あ、じゃあ今日はもよちゃんで。ぜひ。大丈夫ですか？大丈夫です。お願いします。お願いします。じゃあ今日はいろいろお話聞かせてください。はい、あのもよちゃん、あのこの番組結婚をテーマにした番組なんですけれども、はい、なんかどこかで噂を聞いたりとか、なんかどう思われました？の結構その周りの声優仲間といいますか、はい、がツイッターとかでウェディングドレスこの番組で着てるのを見て、あ、素敵って思ってて、で最初は多分昨年かな、生田てるちゃんがタキシード姿でのを見てめちゃくちゃかっこいいって、ね、イケメンでしたよね。すごい思ったのが印象的です。はい、あ、じゃあそのイメージで来てくださったということで、はい、そしてもよちゃんは今回初、これ番組でも初めての色合いの、本当ですか？なんていうんですかね、くすみ、うん、ピンクなんですけど、結構このグレーのレースがかかってますね。かかってるんですよね、スカートとかは。なんて、くすみピンク、ピンク多分なんですかね、なんかすごいこの上にふわっと、はい、これもお花のついた、これもなんかなくてもいいらしくて、あ、取り外し、はい、取り外しができるタイプになってます。カラードレス、はい、今回ご希望だったんですか？はい、なんかどうせ着させていただけるなら、うん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 、なんか可愛らしい色の着てみたいなと思って、うんうん、今回なんか真っ白っていうよりかはちょっと色味が入ってて、はいはい、でもなんか私髪色が結構明るいので、うん、ちょっと落ち着いたくすんだ色がいいかなっていうのを自分で、ね、はい、思って。確かになんか暗かったらちょっとね、暗くなりそうだけど、髪が明るいから。そうなんです。すごいおしゃれに決まってます。くすんだ色が好きで。あ、くすんだ色が好きな、気味によくないですけど、くすんだ色可愛いよね、くすんだ色ね、多いよね、最近ね、はい、最近多いですよね。なんかミントグリーンじゃないけどね、くすんだ感じとかね、ちょっとくすんだ感じのグレーがかった感じと思う。で、飾りも、はい、これはドレスのやつなんですかね。そうなんですかね。なんかでもくすみがちな、くすみがちですよね、髪飾りっていうと、なんか声だけ聞くとあれですけど、可愛い、すごい可愛いです、すごい可愛いんですよ、はいはい、セットですね、多分ね、すごいお似合いです。今回ドレスって初めてですか？初めてだと思います。二十歳の時に、うん、その成人式のなんか前撮り、ほうほうほう、の時にドレス一回来たんですね。その時もなんかくすんだ茶色、くすんだ、くすみが好きな、はい、くすみ茶色のドレス着たんですけど、うんうんうん、でもそれぶりですね。は、
5年前とか。あ、まあ、こんなちゃんときっちりとしたウェディングドレスみたいなのは本当に初めてです。はい、わあ、着てみていかがですか。いや嬉しい、なんかでも背筋が伸びますよね。ね、なんかここがクッと締められてるんで、なんか本当しっかりしなきゃって思います。じゃあトークの方はくすまずに、くすまずに頑張っていきたいと思います。今日はちょっと古いかな、これ。いっか。ということで、じゃあ今日はあの結婚テーマにしたあのアンケートを答えていただいてるので、はい、それをもとにお話伺っていきます。まずはあの理想の結婚式、はい、まだねお若いので、はい、もうね全然ないと思うんですけど妄想とか理想とかでいいので何かありますか、はい、理想の。本当に考えたことがなくって、うん、で今回このアンケートで初めて考えてみたんですけど、うんうんうん、私ずっと結構いろんなところでウユニ塩湖に行ってみたいっていうのをずっと言ってて、ウユニ塩湖っていうボリビアにあるんですけど、すっごい水が透明で、うん、透明すぎてこう空が反射してなんか空が2つあるみたいに見えたりとか、すっごい綺麗なんですよ。そこでウェディングドレスを着てる、うん、なんか写真を見たことがあって、あ素敵だなって、もうめちゃくちゃ映え映えだなって思って、うん、いいよねいつか行ってみたいと思ってたんですけど、理想の結婚式のウェディングドレス自分が着るんだったら、どうせならそこでなんか写真とか撮ってみたいな。写真大事だよね、一緒の思い出にやっぱ残るのかなと思ったら、ちょっと行ってみたいなって、これを機にって思いました。ボリビアどこなんだろうか、パッとちょっと出てこないけど、天気悪かったらもうそれもちょっと最悪な感じになっちゃうかもしれないんですけど、なんかテレビでなんか見たりしたの。そうなんです、テレビで見たりとか、うんうん、それからなんかネットで自分で検索してみたりとかして、うんうん、もう絶対いつか行ってやるって、ウユニ塩湖、ウユニ塩湖に行ってみたいんです。ぜひ皆さんちょっと検索してみてください。めちゃくちゃ綺麗です。じゃあウユニ塩湖で、まあ、写真も撮り、はい、まあ、結婚式あの披露宴とか挙式とか、はい、なんかどれくらいの規模でどういうところでやりたいなとかあります。そうです、でもやっぱりせっかくやるんだったら、うん、お友達とかいっぱい呼んで、うん、じゃみんなに祝われたいですね。みんなに祝われなんかこじんまりというよりかは、うん、もうみんなにこうウェルカムで、いいねみたいなウェルカムな感じね。誰に来てもらいましょうか。やっぱりその事務所の、同じ事務所でユニットをやってるんですけど、うん、サンドリオンっていうグループをやってて、うん、そのメンバー私入れて5人なんで、その4人だったりとか、とはやっぱり少女歌劇レビュースターライトっていう作品のスターライトくく組のメンバーだったり、うん、華やか。あとは、うん、自分が10代の時に出てたミュージカル、うん、美少女戦士セーラームーンのミュージカルに出てたんですけど、うん、その時の戦士を一緒に、すごい、セーラー戦士を、まあ、歌ってほしい。セーラームーン私も大好き。あ、本当ですか。いや、2話ちょっと見てほしいなっていうのはありますね。まあいいね、うん、マーキュリーおめでとう、ね、マーキュリー青いドレスなんだねみたいな、まあ、ちょっと分かんないですけど入れよ、色直しとか、マーキュリー色のドレスだねみたいな、ね、はい、いろんなの着よっか。あれ、サンドリオさんだと緑なんですね、はい、スターライト赤で、うん、マーキュリー青、色直し大変だけど、もう着ちゃう。ちょっと欲張りですね私ちょっと、ね、はい、たくさんお色直し、あ、たくさんしても、あ、支配人も社長も今日いらっしゃってくださってるんですけど、何回してもいいんですもんね、色直しはね。 あ、はい、あ、大きくうなずいて、じゃあ 3色を3色を来て来てぜひ、はい、すごいでしょうね。でもそのいろんな皆さん歌えるメンバーじゃないですか。本当にそうですね。どうせだったら余興なんか、いや、やってもらいたいですね。なんか、ね、なんかやっぱりセーラームーンはもう自分の中で青春だったなって思うので、うその時の曲と なんかみんながやってくれたらもう泣いちゃうかもしれないね。ねいいよね。ぜひぜひ、なんか、あ、これ歌ってほしいなとかあったりします。私たち そのセーラームーンの曲の中で、うん、We are the pretty guardian っていう曲があるんですよ。プリティーガーディアンもうぴったりなんじゃないかなと思って、結婚式にすごいかっこよくも あるんですけど、やっぱセーラー選手 その凛々しさだったり美しさだったりがすごい詰まった曲なので、うん、それすごいいい曲なんで、みんな聴いていただきたいです。すごい、お客さんたちうわーってなるだろうね。いいな、このメンバーすっごいね、お金取れそうだもんね。確かにこのメンバー集まったらね一つのなんか、ね、余興だけどね、すごいよね。
そして余興もありつつ、あと披露宴といえばお料理もね、はい、好きものなんですけれども、なんか好きな食べ物ラーメンってネットでは見たんですけど、好きで、うん、私北海道出身なので、うん、やっぱり味噌ラーメンが好きで、なかなかラーメン出てくることないかもしれないんですけど、うん、やっぱりラーメンとか、うん、北海道ならではのなんかジンギスカンとか、ジンギスカンどうですか？なんかエルブライトハウスさんだとそのコースに好きなものをこう取り入れたりとか、はい、やることできるんですけど、ラーメンなんかスープとかってね代替でとかって、ジンギスカンってこれどう、ちょっと難しいですよね。お肉料理ですね、こうお肉料理のところでこう、まあ、ジンギスカンっていうのを取り入れて提供するっていうのはありかもしれないですね。その直接そのテーブルごとに焼いてて煙とか匂いとかね、そうですよ、そうですよね。じゃあまあフルコースとしてその、まあ、お肉料理の中にそのジンギスカンっていうのを取り入れて、うん、フルコースの一部として提供するっていうのは全然ありかと思います、ね、はい、なんかおしゃれにこう大きなお皿に盛り付けてみたいなおしゃれな感じにジンギスカン出てくるって感じですか？おー、夢が膨らみますね。ジンギスカン出せます。ジンギスカン、ちょっと北海道ならではな感じでねー、はい、そうか、北海道なんだ。そうなんです。すごいね、なんか私も福岡だけどなんかよく出てきたね、東京ね。そうなんか、セーラームーンやってた頃はもう北海道か通ってたんです、うんうん、通ってたの？はい。どうやって？え、電車？マンスリーマンション、稽古期間はマンションを1ヶ月とか2ヶ月だけ借りたりとかして、うん、その時だけ一人暮らし、実家から出て一人暮らしして、イベントとかの時だけ本当ホテル泊まってとかでしてましたね。うん、家族、ね、親御さん心配したでしょう。意外となんか、いや行ってこい行ってこいって感じ。結構応援してくれたの？母は。そうです。逆にだからこの稽古のスタッフさんとか、うん、その演出家の方たちの方がちょっと心配してましたね。ご飯食べてるか。一人暮らしね、はい、するんだもんね、その間もね。初めての一人暮らしはそうでしたね、その時期でした。うわ、一時期でしたけど。東京出てきてなんか困ったこととかなかった？やっぱりその、うん、北海道には、うん、あの G がいない。おー、そうなんだ。ですよ。寒いから？寒いからだと思うんですけど、うん、今最近はなんかちょっと地球温暖化か何かで、うん、北海道でもいるらしいんですけど、私一人暮らしでやっぱ一番、ま、虫湿気が困りましたね。見たことない、北海道で見たことがない。そうだね。こんななんか華やかな席で言う話なんですけど。はい、ちょっとここで一旦 CM です。思い出という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。では引き続きお話を伺っていきたいと思います。はあ、結婚式といえばあの涙涙のシーンもあり、はい、うんうん、あの感謝を伝えるお手紙のシーンもありますが、うん、感謝を伝えたい相手はいらっしゃいますか？そうですね、でもベタではあるんですけど、うん、やっぱり母かなってこう考えた時に、北海道から送り出してくれた。そうですね、もう私がなんかダンスやりたいとか、うん、お芝居やりたいって言って、でもなんか一度も反対することなく、うん、やればみたいな感じだったし、やっぱ上京する時もすればみたいな、本当結構なんかオープンな感じで、うん、すごい仲良くて母と、もう手つないでお買い物行ったりするんです。今でも一緒にお風呂入ったりとか。はい、いいね。だからやっぱり一番喜んでくれるのは母なのかなって思いますね。いやだって信頼してないとさ、送り出せないよ。いや、そうですかね。うん、心配だもん。しょっちゅう遊びに来ますけどね。しょっちゅう来ます。いや、いい親子関係つけてるね。はい、仲良しです。じゃあ普段から結構ありがとうお母さんとか結構言えてる？そうですね、昨日も電話
スーパーで買い物しながら電話したりとか、とか私は北海道 の、 そのガラナって飲み物があるんです。北海道限定のガラナって飲み物があったりとか、うん、焼きそば弁当っていうカップ焼きそばがあるんですけど、うん、それがすっごく大好きで、うん、もうしょっちゅう送ってもらいます北海道から。何ガラナっていうのに、なんか炭酸飲料なんジュースなんですけど、何に例え難しいんですけど、人によってはあのドクターペッパーに似てるってい う、 いう方もいらっしゃる。私的には全然違うよって思ってるですなどちらかというとそうですね、薬的ななんかエナジードリンク系の味、まあ、コーラでもないしドクターペッパーでもないしみたいな。でも色は黒いコーラ的な色なんです。道民の人たちは どういう時に飲むの、そのコーラ感覚で、そのピザと飲むみたいな、ジュース、ジュースってこと。私はもう朝一とか。朝一から飲むの？もうすっきりするんです、朝一で飲むと。カラカラな喉に。そう、エナジーチャージ的な。そうですね、とかお風呂上がりとか。すごいもう相性ぴったり。ガラナ。ガラナ、おすすめです。調べてみます。送ってもらいます母に。母にいいね、仲良しで、ね、お母さんでも泣いちゃうだろうな公園ね。あんまり泣いてるところを見たことがなくて、あ、その感動 VTR みたいな、その動物系とかすごい弱いんで一緒におわんわん泣いたりするんですけど、私のことで涙してるってことはあまり記憶にないですね。じゃあもしかしたら隠れたとこで、もしかしたら何か見てこう泣いてるかもしれないけど、目の前ではじゃあ、ないです。ないんだ。ちょっとドギマギしちゃいますね、その姿を見たら。ね、披露宴ね、はい、楽しみだね、はい、でもね。そして、あ、今まで参列したことってありますか？結婚式にどなたかの行かれたりとか。結婚式、披露宴になっちゃうんですけど、うん、その上京する前に劇団にいたんですけど、その劇団の恩師というか、まあ、先生の結婚式、女性の、うん、披露宴に行かせていただいたのが多分人生で初めての披露宴だったんですよね。何かこう印象に残ってたこととか。もうその先生自体がすごくパワフルで、うん、エンターテイメントをなんか擬人化したみたいな人だったんですけど、うん、その人自身もその講師やりながらあのファイターズガールってそのチアガールやられてたりとか、あのミュージカルをやられてたりしてた方だったんで、本当になんか一つのショーを見てるみたいな披露宴だったんですよ。でそれこそ私もあの余興にちょっとだけ参加させてもらったりとかしたんですけど、うんうん、その頃にいた劇団員が総出でショーをもうめっちゃ練習して、どういうこと結婚式にちなんだ歌ったり踊ったり。そうですね、その劇団のなんかミュージカルソングみたいなのメドレーでやったりとか、あとはその花嫁さんなんですけど、花嫁さんがもう目の前で早替えみたいな、うん、目の前で早替え、はい、なんかパーンみたいな、パーンってやったら違う色のドレスになったりとか、本当になんか一つのミュージカル見てるみたいな、うん、それこそそのチアガールの方が踊ったりとか、北海道でよさこいっていうのがあるんですけど、うんうんうん、よさこい多分旦那様がよさこいやられてた方で、うん、よさこいの人たちが出てきたりとか、すごいね、すごい広い、それが生まれて初めてだったんで、うん、こういうものなのって結婚式すごいってなるよね思ってでも感動しましたね。それはもう泣けました。うわー、うん、じゃあその時に余興も参加して。そうですね、あのなんかキラキラのなんか作りました、上から振らせるやつ徹夜で家であ、そんな下準備からもやりました。その時はそれは成功しました。成功しました。なんかあ、私が切ったやつと思いながらでもなんかお祝い事に参加するのって楽しいよね。楽しかったです。すごい印象に残ってます、うん、あと他に受付とか司会とか何か頼まれたこと。受付司会はないんですけど、うん、余興で言う と、うん、と今ご一緒している三森すず子さんの披露宴で、すごいスターライト九九組として余興をやらせていただきました。すごい。 いやでもすごくなんかグッときちゃいましたね。自分たちの歌を一曲披露したんですけど、うん、なんかいつも披露してるのに一番緊張しました。なんかどんなステージでやるよりライブとやっぱ違うもんね。やっぱりなんか
見て三森さんみたいな、なんか一人に向けて本当になんか胸がいっぱいになりましたね。緊張、こんなにこの歌歌って緊張したことないって思いました。三森さんはどんな感じでした？三森さんもこうなんか楽しそうにこうやって見ててくださって、うん、やってよかったなって思いました、はい、みんなで集まって練習とかされたんですか？それが、うん、私が一回もみんなと合わせられなくて、その時のスケジュールで、うん、当日合わせ、みんなは何回か集まってそのビデオとかを送ってくれて、そうだね、今ね動画があるもんね、お前はここにいるよってこっちに移動するよっていう動画を、うん、送ってもらって、うん、もう脳内で一生懸命シミュレーションしていきました、うんうん。あ、そっか、普段はその三森さんも一緒に歌ってるチーム編成というか、そうなんです。曲なの？で、あんまりそのスペースも踊れるほどないってなったので、うん、なんか本当フォーメーションでどうにかしようかとか、やっぱ普段こう三森さんが歌われてる歌割りはじゃあ誰に割ろうかとか、みんなでこう緻密に相談しながら、すごい楽しかったです。でも大好きな人が幸せそうな姿ってこんなに嬉しいんだなって思いました。一緒にね頑張ったね、はい、仲間だもんね、はい、いやいいな、幸せだったんだろうな、その空間素敵でした、すごく、うん、ね、あとはじゃあこれ一番きっとファンの方が気になる、はい、聞きたいやついきますよ、はい、理想のプロポーズは？プロポーズ、これも全然考えたこともなかったんですけど、うん、やっぱりこう私こう普段その友達からその誕生日とか、うん、そういう時にサプライズとかされるのが苦手なんですよ、うん、実はというか、こううまくみたいなのが苦手で、なんか、うん、びっくりの方が多分優先して、うん、ありがとうってなんかなっちゃうタイプなんで、ガムサプライズ系は、うん、いいかなって、ちょっと遠慮したいかなって思ったので、うん、なんかまあやめる、メモメモ、もう順序よく、うん、もうストレートに順序よくストレート、どんな感じにしますか？急なのもなんか、うん、今みたいなのも嫌だなみたいな、難しい、考えたことなかったので難しいんですけど、うん、なんかやっぱ心の準備が欲しいですよね。じゃあ前もって日曜日暇みたいな、その日ちょっと夜開けといてとか、そうですね、ここのレストランでちょっと食事、たまにはなんかいいところで食事しない？そうですね、なんかそういう、お、来るのかみたいな、分かんないですけど、そんな状況になったことないなんかあった方がなんか、ね、ドラマでよくある、そうですね、ああいうやつでね、そうです、本当に私、うん、少女漫画がすごく好きなので、うん、でも割とこうスクールラブみたいなのばっかり見ちゃうんで、うん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 、結婚の内容が全くつかなくてなんでやっぱりこうやっぱスクールラブはもうピュアピュアに、ね、分かりやすくこうなるだろうみたいなのがやっぱ定番な感じ、手繋ぐのか繋がないの、繋いだみたいなのがやっぱ好きですね、見てる分にはじゃあ向こうもドキドキしつつ、そうですね、とストレートに、うん、言葉はじゃあストレートに結婚してくださいみたいなのが、そうですね、やっぱ分かりやすい方がいいですよね、うんうんうん、なんか今の何だったんだろうみたいなの毎日味噌汁を作ってくれとか、もういいよみたいになっちゃうのじゃなくて、なんか分かりやすい方がいいかなって、ストレートにね、はい、ストレートに、そうだね、まっすぐやってくれて、まあ写真はウユニュコ、ウユニエンコ、ウユニエンコでね、バイバイなんでね、はい、撮っていただけたらね、バイバイで、いいですよね、はい、はい、ということでここでお時間になってしまいました。ありがとうございます。はい、でももよちゃんには来週の放送もお付き合いいただくので、はい、よろしくお願いいたしま す。では最後にお知らせをお願いします。はい、8月26日に、はい、私自身初となる DVD を発売させていただくことになりまして、まあ、お仕事現場に密着していただいたりだとか、うん、地元に帰って、うん、それこそ私が育った劇団に密着していただいたりとか、そういうなんかちょっとパーソナルな部分を、の原点回帰というか、本当にこんな DVD 出していいのかしらみたいなが発売されますので、ぜひ小山桃江のスタートラインという DVD、はい、ぜひ気になった方はチェックして私のツイッターとかを見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。すごい、本当にじゃあスタートラインの、はい、もうところがもう原点って感じの、
お芝居始めた時から、うん、今までの話をしてます、うんうんうん、わあ、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは来週もよろしくお願いいたします。今回のゲスト小山桃代さんでした。ありがとうございました。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで二人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ainaka@joqr.net、 愛中をローマ字にしてください。番組公式ツイッターとインスタグラムもぜひチェックしてくださいね。アカウントはどちらもウェディングアンダーバー愛中です。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますので、ぜひチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは8月30日日曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくと、ちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は 03-5733-3390 です。続いてはエルブライトハウスでコスプレができるブライダルデコスプレのお知らせです。毎週水曜日と木曜日、このエルブライトハウスではコスプレをして撮影会を開くことができるんです。ドレスを借りられるプランもありますよ。詳しくはエルブライトハウスのホームページ内、ブライダルデコスプレのページをご確認ください。最後にゲストのお知らせです。9月5日9月12日の放送は戸田めぐみさんをお迎えします。戸田さんへのメッセージや戸田さんに言ってほしいセリフをお待ちしております。ということで第73回の放送でしたが、いやなんかもう73回もやってるのに毎回こんなにドレスが違って、毎回こんなにトーク内容って違うんだと思って、本当になんか毎回がなんか新鮮な気持ちで取り組めて、毎回毎回楽しませていただいております。ぜひあなたも毎回楽しんでいただければ嬉しいです。ということで来週も引き続き小山桃代さんと一緒にお届けします。ぜひお聞きください。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。